伊藤岳は山形県鶴岡市と新潟県村上市との境にある標高1771.4メートルの山である日本200名山の一つ万代朝日国立公園に属する朝日山地の山で標高966メートルのところに大鳥池がある主な登山コースは山形県鶴岡市大鳥の淡滝ダムからの最短ルートと 大朝日岳からの重装ルートがある。淡滝ダムまでは自家用車で行くか、山形県鶴岡市大鳥の旅館朝日屋からの送迎車で行くか、JR 東日本鶴岡駅から大鳥港の路線バスに乗り、大鳥登山口で降りて、7月8月に運行される乗り継ぎ会員バスに乗り継いで行く。淡滝ダムからは登山道になり、大鳥川沿いの道を行き、 二つ目の吊り橋の七、津沢橋を渡ると、七曲りと呼ばれる、ジグザグ道を経て、大鳥池に着く。大鳥池には、大鳥小屋がある。この先は、三角本、おつぼ峰を経由するコースと、直塔コースに分かれるが、前者の方が楽で、展望もよく、一般的である。直塔コースの伊藤岳山頂直下には、伊藤小屋がある。大朝日岳までのルートは、 大朝日岳を参照。大朝日岳から、西朝日岳、龍門岳、龍門小屋、観光山、狐穴小屋を経て、伊藤岳に達する。ありがとうございます。